はい、八円ラジオ。今回は、経営がうまくいってない方、および、たまたま、というか、今、ね、たまたま経営うまくいってる方もですね、ぜひ、ね、ちょっと、聞いていただきたい。まあ、そういうお話をね、八円ラジオいたします。皆様のお耳だけお貸しくださいませ、ということで、でですね、まあ、成功、まあ、ビジネス成功ってやつですけど、成功っていうのは、実はですね、これ、マグレンもあります。まあ、たまたまね、やったことがね、うまくいって、まあ、それでね、ビジネス上、今成功するっていうことはあります。で、失敗する場合がありますね。まあ、倒産とか、店畳むとかね。で、失敗する場合はですね、ほぼ 100% 経営戦略の失敗なんですね。で、まあ、例えばですね、成功、ね、なんか、インスタね、こうやって乗ってやったらね、成功したとか、YouTube こうやってやったら成功したっていうような形で、まあ成功するじゃないですかと。で、今のビジ、世の中ってビジネスで成功してもですね、たかだかね、1、2年で、潮目が変わって失敗する場合っていうのがあります。ね、まあ、例えばですよ、インスタグラムでうまくいっとったんだけどね、それが通用しなくなったとか。Facebook でね、言っとったけどうまく通用しやなくなったとかね、ブログでうんぬんっていうね。あと SEO が変わってね、ネットから全くお客さん来なくなったとかね。で、そうするとですね、まあ、うまくいってても、まあ、傾き出した。そうするとですね、まあ、別のことをね、やろうとするわけですよ。で、大抵ですね、経営戦略とか分かってない人はですね、間違ったことして失敗して、それでね、まあ、たかだか、数年持たずに消えていくっていうことが多いわけですよね。なので、まあ、こうやって、ね、たかだかね、半年、1年、2年でね、業界のとか、事業の潮目が変わって消えることっていっぱいありますんで、ちゃんとね、その局面局面を読んで、ね、今こういう状態で、これから先こうなることが見込まれるから、こうしなければならないというね、局面での判断をちゃんとしてですね、正しい選択していかなければですね、本当に簡単に事業って、ビジネスって会社って終わります。で、そうするとですね、じゃあ終わらせないために何が必要かっていうと、結局ね、正しい経営戦略っていうものが自分の中で、ね、根付いて、血肉として持ってないとですね、難しいんですよね。まあ、経営戦略ってね、まあ、よく言われますけど、結局何かっていうとですね、まあ、ビジネスを、ね、例えばビジネスの世界をですね、大きいアマゾンのジャングルだったとしましょう。ね。もうね、広大でね。で、そのアマゾンのね、森の中で成功する方法はいくらでもあります。ね、木をね、伐採して、そうじゃない、木を売ってくるのもよし、ね。もしくはですね、漁をしてね、で、それをね、売って過ごすのもよし、まあもしくはね、川でね、砂金取ってね、金、ゴールドラッシュするのもよしですよ。まあ、それはね、ビジネスってね、いろんな成功パターンがあるんで、ね、いろんな成功を収めればいいんですけど、ただ、広大ですからね、その中でね、正しいね、過ごし方、暮らし方、生き方をですね、知った上で、そのアマゾンのジャンルの中で、入ってビジネスをしないとですね、当然死んでしまいますっていう話になってね。まあ、例えばですね、ビジネスの大きいジャングルでね、道があります。で、この道をね、右に行くべきか左に行くべきかってね、これ迷っちゃうわけですよ。で、これはね、この法則に従えば右に行くべきだっていう正解が分かっていればね、右に行ってね、迷わずにね、今死ぬことないわけですね。とか、ね。あとはね、水の確保の仕方ね、分からないとね、あっという間にね、喉乾い、水むすくなって死んでしまいますけどね。じゃあね、古代アマゾンでどうやって水を確保すればっていうやり方とかね、法則知ってればですね、死なずに済むわけですよね。なので、そういったね、局面局面でね、道のルートの取り方とかね、ピンチの時のね、対処の仕方、判断の仕方とかっていうのをビジネス的にその正しい判断をするための基軸がですね、経営戦略っていうことなんですね。それがあれば広大なジャングルの中でもね、まずは生きていけるというね、選択を間違えないっていうことなんですね。まあね、よくあります。例えば、
ビジネスで言うとね、新規顧客とあとはね、既存顧客どっちが大切かっていう、まあどっちも大切なんですけど、実は既存顧客むちゃくちゃ大切っていうね、こういったこともね分かってないとね、経営を新規ばっかりにいて誤りますし、あとはですね、実際ね、客層どこ狙うかって、大体ね、なんかね、儲かりそうな、ゴールドラッシュで儲かりそうなね、大きい市場を狙いに行くんですけど、それだと死にますよね。確実に。ね。じゃなくてですね、人のいないね、穴場のね、砂金が取れるところでね、取ってね、邪魔さずに取ってた方がね、安定してね、売上上がるとかね。まあ、日夜市場を狙うっていうのが、と、イコールなんですけど、っていうような形でですね。まあ、なんで、経営戦略っていうのを分かっているとですね、まあ、そういった、判断を間違えずします。なので、ね、ビジネスって本当に、ね、大きな森、まあ、もしくは大きな海でね、いかようにでもね、ゴールの取り方ができます。が、その中でね、ちゃんと生き残ってゴールまで行こうと思ったらですね、ね、その、進み方をね、ちゃんと間違えずに判断して、で、途中でアクシデントがあったとしてもですね、それを切り抜ける。まあ、そういった知恵がないとね、大きいビジネスの森の中では生きていけません。それが、まあね、切り抜けるための知恵が経営戦略。まあ、それがないがゆえにね、まぐれでね、たまたま数年持ったとしてもね、その後は死んでしまいますよっていう、まあ、そういう、まあ、世の中局面に、なってますよっていうことをね、意識しなければいけませんっていうことね。なので、今のビジネスの世界で生き残ってですね、なおかつね、それを伸ばしてね、お店を会社を伸ばすためには絶対ね、経営戦略、商品、地域、客層ですね、ランチェスターで8大要因っていうところの少なくとも3大要因は、知って、まあその上で行動しないとですね、のたれ死に飢え死にしてしまいます。まあ、それほど厳しいね。まあ、そもそも、ビジネスってプロの世界ですからね。アマチュアがそもそもね、入っちゃいけない領域ですけど、まあ、それでもアマチュアで入ってしまう人が多いんで。まあ、でもしょうがないですね。最初はアマチュアですから。ね、早くまあ、経営のプロにならないとまずいですよっていうことなんですね。で、まあ、いろいろあります。NBA とかね。あとマーケティング系の理論とかね、いろいろあります。まあ、それぞれ、間違った、大枠の根本的な部分結構同じとこあるんで、どれが間違ってどれが正しいってこともなくて、自分に合ったもの、学べばいいかなって思うんですけど、まあ、私がおすすめするのは、まあ、私も、実際、社長塾に塾長やってますけど、ランチェスター経営戦略ですね。これね、武田祐一先生の、ね、弱者の一位作り、ね、で、これはね、すごい単純でね、まずね、中小企業が生き残るためにはね、必ずね、1位を作らないと生き残れませんよって話。で、1位を作るためにはね、8大戦略っていうのがあって、商品、地域、客層っていうのをまず3つ、3大戦略っていう。まあ、まずはね、この3大戦略、商品、地域、客層、ぜひ応募されてください。まあ、それに類、に学ぶのにね、いい、入り口編の、本もね、ランチェス経営の本とかありますんで、まあ、この動画のね、説明文貼っときますんで、ぜひそれも、まあ、入り口としてね、まあ、あくまで一入り口なんで、まずそれ読んで入り口を把握した上ですね、ぜひね、深い経営戦略っていうのを、ね、ちゃんと学んで、ね、これからね、広大なビジネスの森林の中でね、迷って、ね、野垂れ死にしないようにね、急変なね、ライオンとか虎に襲われてもですよ、寒気ね、喉からからね、で、水がなくて死にそうになってもですね、そこでね、必ず生き残るっていうね、それで必ずね、ゴールね、を達成するっていう、まあそういった力をね、ぜひ身につけてください。本当ね、これ言うのはね、それができずにね、死にかけてる人とか死んでる人を、事業的ですよ。倒産とか傾いてる人をいくらでも見てきているんで、もう本当そこがないがゆえにね、苦労している。まあもしくはね、まあ倒産って結果に至った人もね、いくらでも見てます。がゆえにね、経営戦略をしっかりと学ぶことが大切ですよっていうことをね。まあそこをしっかりと押さえて、しっかりとね、
この厳しい、ね、プロフェッショナルである、ね、ビジネスの世界を乗り越えていきましょう。ということで、8円ラジオ、以上です。こんな感じで、ね、思いついたらまたお話ししますので、ぜひ聞いてください。ということで、以上、株式会社8円、坂田誠がお送りしました。それではまたお会いしましょう。